死なぬとな。クレイムの門徒に加わりたくはクレイム様を信じるのだ。クレイムの門徒、発送者の処分が終われば脱出する。爆弾であいつの死体は消し飛ぶだろう。証拠もろともな。誰かを殺す気？通気口から中の奴らを見られるかも。抜ける時も入る時と同じ洗礼を受けることは知っていただろう。普通の味は。のろしが、いずれ遭遇すると予言にあった。予言に？一度登場してみたかったんだよね。微妙なあだ名は勘弁だけど、勇者は勇者なしでしていろ。それで予言はなんて？終わらぬ戦い、ビルの下敷き、四本腕の巨大人間雲に変身。勇者ともども焼かれる。今の聞こえた？ねえ、君たち、できれば外でやらな。みんな平気？君はどう見ても平気じゃないけど。自分世界に行くことはない。それで君たち何者？間もなく起きることを生き延びる資格があるものだ。どうも。君は何者？やっぱりね。
禁煙しろって言ってたわね。ユリ、レイスとも呼ばれてる。ま、お似合いの名前ね。ずっとユリを、今までどこに？出ない。置いてくの？覚悟はしてたはず。じゃあ新記録に挑戦。僕に不可能はないってね。ハンマーヘッドの一件以来、きっと気持ちに整理をつけてたんだろうけど、スーツ着て戻るなんて、しかもレイスって何？目を光らせたんだ。それにあのカルトたちにも目が足りないよ。この町は今や問題だらけだ。天井知らずのインフレ、無能な役人ども、さらにはローマ帝国滅亡以来初めて訪れた国家崩壊の危機と来たもんだ。そしてこのままでは顔に泥を塗られることも間違いなしだ。すごい、ここ財団だったんだ。これエミリーの木だ。完璧。来たんだね。ハリー、スタートアップだって言ってたよね。本当はもっと地味なの考えてたけど、ほら、これは全部父さんがいろいろ手配してくれてさ。ピーター・パーカー。どうだ、気に入ったか？オットーと君がいたあのいかがわしいラボとは雲泥の差だろう。こうして君が加わった今、この財団も軌道に乗ること間違いなしだ。父さん、ピーターはまだ入るって決めてないんだ。ああ、そうなのか。これから案内するんだ。その後決めてもらうよ。そうか。こうして二人がまた一緒にいられる姿を見られるとはな。行くよ。楽しんで。バッジ出して探検出発。まずお前に見せたいのは下の階。ハリー、ここすごいだろう。こんな豪華なのいらないって言ったんだけど。いつの間に。治療中に父さんが用意してくれたんだけどさ、治療後に少し手を加えた。例えば？僕の給料を研究費に変えて、道を外れないよう理事を選んで、世界を癒すって目的に沿うように研究を選抜。まずは昆虫学者のヤング博士に会って。昆虫学わかる？うん。博士はミツバチの研究をしてるんだよね。正確に言うとビーハンターの研究。
はい、キャサリンです。どちら様ですか？あ、もちろん、代わって。ミリガン先生、ほら、こっち。ヘリのもので、昆虫学園前回実施した AI 学習とクロス集計ができない。ヤング博士と話す？あなたがピーターね。どうぞよろしく。あなたも気に入るはずよ。はじめまして、ヤング博士。蜂の研究をしてるんですよね？ええ、急を要する状態なの。人の食料の3分の1は蜂が受粉した穀物なのけれども、蜂の個体数は今劇的な減少の一途をたどってる。ビーハンターのせいでね。そこで蜂を守る技術を開発したの。見てみる？うわ、これいいね。このドローンは蜂の護衛みたいなもの。ビーハンターを見つけて攻撃するの。ビーハンターはビーキラーとも呼ばれてる。機械学習アルゴリズムの賜物。ホログラムのビーハンターが見える。うまく撃ち落とせばターゲットの認識精度が向上するの。将来的にドローンでビーハンターを追い払えるようにしたいんだ。みんな聞いてた？安心して受粉続けられるよ。やったね。よしよしよっしゃ。巣を守るぞ。ナイス、やった。ありがとう、素晴らしい成果よ。いいデータが取れた。それじゃあそろそろ戻るよ。昆虫学エリアです。もし現実でビーハンターを倒せていたなら、蜂の命を救えているわ。2500匹ものね。うわ、ぜひお手伝いさせてください。神経回路の速度を速められるはず。ええ、ありがたいわ。ピートが転職を決めたらまた話すといいよ。どうも博士、まだ見せたいものがあるんだ。行こう。この先は医学研究エリアだよ。量子線の研究をしてるんだ。 X 線より照準が優れてて放射線量も少なくて済む。全部二人で話してたことだ。僕らの夢が世界をより良い場所にするのか。そういうこと。ハリー、ちょっと来てくれるから。ああ、後でじゃダメですか？すぐに済む。どうぞ。どうも博士、彼はピーター、コナーズ博士だよ。前に一度会いましたよね。オクタビアス博士の助手でした。以前、電気触覚のコンサルでラボにいらっしゃいましたよね。ああ、行ったな。博士のことは残念だ。未来ある研究なだけに。今朝から体調に変化は？めまいや痛みはないかい？不安だったり衝動を感じる？いいえ、絶好調ですよ。余計心配だ。会えてよかったよ。ハリーの主治医がリザード？人はやり直せるって父さんが。ごめん、ちょっと電話してくるけど。探検してこいよ。後で上に来て